視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日お届けするのは、趣味は読書と言いたい。パクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく、毎週一冊の本を読み、その本についてお話しするという企画です。毎週月曜日にお届けしているこの企画なんですが、ただいま直木賞候補作全部読んでみたというスペシャル企画を実施中でして、1回目はこちら綾瀬まるさんの口なしという本を読んでご紹介し、2回目はこちら伊吹祐希さんの彼方の友へという本を読んでご紹介しまして、今日が3回目になります。やっと折り返し地点という感じですが、1月16日の直木賞発表までに全部の作品を読んで、パクユー的直木賞一冊決めたいと思っています。今回ご紹介するのはこちらです。じゃん、家条沢田東子。この読書企画、去年の9月ぐらいからスタートさせたんですけれども、まあパクユーもともと読書嫌いでして、今回の作品、パクユー時代小説に初挑戦という形になりました。こう帯にね、デカデカと直木賞候補作というふうに書いてありますね。これ僕5冊まとめて、直木賞の候補作が発表された翌々日ぐらいに、本屋でこう買い漁っていったんですけれども、その時点で直木賞候補作っていうようなこう大々的な帯がついているのはこの作品だけでした。結構気合い入ってるんだと思います。で、帯のあらすじ読んでいきますと、藤原四兄弟を死に至らしめた天平のパンデミック、疫病の蔓延を食い止めようとする医師たちと、偽りの神を祭り上げて混乱に乗じる者たち、人間の光と闇、絶望の果てに待ち受けるものとは、ということで、もう天平っていつの時代ぐらいの、僕歴史音痴なので、この本はかなり苦戦するんじゃないかなと思って読み始めました。それでは中身について、ネタバレしない程度にお話ご紹介していきたいと思います。まあ、苦戦するんじゃないかという予感がまさに的中といいますか、読み始め20ページ30ページぐらいものすごく辛かったですね。というのも、まあ、時代の説明みたいなものが最初にあるわけなんですけれども、そこに出てくる人の名前とか場所の名前とか全部まあ昔なわけですよ。どこがどこで何が誰のこと言ってるのかよくわからないと、そういう説明が延々と続くパートがあったので、これはちょっともうリタイアしたいぐらいの、気持ちになったんですけれども、そこの最初の関門を乗り越えたら、あとはすごくこうスピード感を維持したまま最後まで読み切ることできました。先ほどまあご紹介したように、パンデミック、まあ、疫病、病気が蔓延して、わあどうしようみたいな、そういう話なんですね。まあ、その、パンデミックで大混乱みたいな状況を作り出すための、時代設定みたいなことで、特に難しいなんか歴史の、うんぬんかんぬんっていうのは全く出てきません。主人公と言える人物が2人出てきまして、それがこう、それぞれの物語で、こう、交互に進んでいくみたいな、で途中で混じり合ってみたいな、そういう風に進んでいくんですけども、人間の光と闇っていうような言葉が帯にも書いてあったんですけど、まあ、光のサイドの主人公と闇のサイド、ダークサイドの主人公の話がこう並行して進んでいくみたいな、すごく分かりやすい構図になっていて、でなんかジャンプ漫画みたいなヒーローものの漫画を読んでいるような感じを受けました。そのヒーロー漫画のような爽快感とかこう感動みたいなものは、物語が進んでいくにつれてどんどん大きくなっていって、まあ分かりやすく例えるとワンピースみたいな小説だなっていうふうに思いました。ルフィがドン、なんとかだぜ、バーンってなんか決め台詞みたいなこと言って、うおーってなんかちょっと身震いがするみたいな、そういうやりとりが、いろんなキャラクターの間で行われていって、一つのこう疫病というものすごく巨大な敵に対して人はどう立ち向かっていくのかみたいな、そういうものが描かれていると、本当に少年漫画を読んでるようなこうスカッとした、気持ちに最後はなれる作品でした。これもね400ページぐらい
あるんですけど、結構ね文字が大きめというか文字のエリアがちょっと小さめなので、ページ数ほどは、多分文章の量は多くないと思います。で、先ほども言ってるようにものすごく物語、出てくる人の名前とかはちょっと昔っぽかったりとか、場所とかは、昔っぽかったりするんですけども、まあそれは一つのこう記号みたいなとこで、それ以上のなんか歴史的な意味とかは問われないので、特に事前の勉強もなしに読める作品だと思いますし、ワンピース好きにおすすめみたいな、なるほどこういうジャンルの小説っていうのもあるんだなっていうのを新たに知れた、これもすごく面白い作品でした。まあ直木賞の候補作になるぐらいですから外れはないなっていう感じなんですけれども、多分文章だけでスピード感とか、あとはそのこの爽快感みたいなのをここまで出したのがすごいみたいな、そういう評価のされ方をしてるのかななんていうことを、読書ビギナーながらに思ったりしました。これもねぜひぜひ気になる方は読んでみてください。残すところは門井慶喜さんの銀河鉄道の父という作品と、今回のシリーズ企画のきっかけになった作品ですね、藤崎沙織さんの双子という作品、こいつが今回のボスです。この2冊読んで、最後にパクユー的直木賞を決めたいと思います。この後の動画もぜひお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。